現在高速道路の最高速度っていうのは100キロなんですけど、これを120キロに上げるということを警察庁が決めました。まずは来年から東北自動車道と新東名高速の一部で110キロに上げるっていうことをやろうとしています。で、日本の高速道路は1963年に名神高速道路が初めてできたんですが、この時から高速道路の最高速度っていうのはずっと100キロになっていて、今度120になるということになると、約50年ぶりの改革ということになります。実際に今高速道路って100キロって言っても、走りやすい道路だともっともっと実はスピードが出てるっていうのが実態です。それに合わせたようにしようというのが今回の狙いです。東北道は岩手県の盛岡南と花巻南の間、新東名は御殿場ジャンクションと浜松稲佐ジャンクションの間、ここで、始めようという話です。もともと設計上この高速道路は120キロ出せるようにできているんですが、決まりで100キロまでとしていました。で、さらに、警察庁とか国土交通省が専門家の会議を開いてですね、でそこの場でいろいろ分析したところ、事故もあまり起きてない、あるいは渋滞が少ないということで、こういうところは選べるんじゃないかということになっております。トラックの制限速度っていうのは実は80キロのままに抑えられるんですね。でそうなると同じ高速道路上に120キロの車と80キロの車って40キロの差がある車がいることになります。当然それを怖いと思う人たちもいて、実際にアンケートを取ったところ4割くらいの方がそれは不安だっていうことを言っています。ですので、交通ルールをきっちり守るっていうことがこれから大事になりますので、警察庁としてはまず、安全ルール、交通ルールの徹底をまず図るということと、この速度、最高速度決めますので、これを違反した人は厳しく取り締まりをすると、そういうことをやっていくということを打ち出しています。